舛添洋一氏が自民党裏金問題に5年間で30万円それで辞めている、俺の何百倍もらってるやつがなんで辞めないんだと怒ってて話題になったんだけど、金額の問題じゃないけど確かに関係したやつらが辞職せんのは腹立つよな。これに対しコメントでは、そんなに少額だったかと調べたらもっとあるじゃねえかよとか、口裏合わせとか裏金仲間が少なかったからではというような意見が上がった。でも確かに安倍派の幹部は関与してないってそもそもわけわからんこと言うとるし、更迭されてもヘラヘラしとるけ議員辞職しろとは思うけどな。